Yeah!
Oh.
あのせっかくあのラーメン屋さんこさんと一緒にやってるので今日は特別にラーメン屋さんこさんタイム、イエイ。何やってるの？マイクもねえしよ。どうしゃべんだ俺は。あり得る。みんなと同じ位置で喋ってる。今日はね、挨拶をみんなに初めてなんでね、ちょっとお初にお目にかかる方がみんななんでね、ちょっと挨拶をと思って今日は改めた言葉を形にしてきました。それではよろしくお願いします。紅葉差し入れと借用先乱れ、今日この頃まだしくもお足元お被災つつまごろみのもと、麻生おすましご紹介ありがとうございます。この度はね、皆様にはご恩と肌しみ、いずれもと浅草区みなおかから参りましたラーメン屋さんこんと申します。今日はね、誠に、仮装バンしまして、借用法蓮、投げかわしくもの、あたりほののき、さらには展望豚骨さるものと、ご了承ください。というのもね、始まりはとある、常駐支店とは船舶というね、まあ文字通りまどろもしいそぞろみの波紋と知ってのマイアミとあたらにかぬかさと思うからであります。先ほどね、特に、潮闇民のとこのひたりしきたりとは面面白く面白いこととこの上なくですね、そうまた私もね、起きましてもさらさわらのヨーグルというものにねおぞましくましてや、内周、四季春黄金ごもとまといつつもうっさく極まずということになりました。そうですね、皆様に起きましてもまた、大晩引き立つようなご用引き、本日はご覧泊とお悲願いただいているとはね思うのですが、今一つ、猛食晩採取と、ご安礼ねいただきたくお見をよろしく差し入れといたします。大変なご了承もですね、残量かつ別骨最ざる最速という意味も込めましてね、この度はよろしくとご挨拶させていただきました。それではね、引き続きこのライブイベントをお楽しみくださいませ。ということでね、ラーメン屋さんこさんからのね、ご挨拶でした。あのこれからルーツさんでもぜひよろしくお願いします。お願いします。結構あの礼儀が正しいね。そうです、礼儀です。どういうことを言ったか分かりますか？全く分かんない。ダメじゃない？ダメじゃない？ということでね、この3人であの9月の27にワンマンライブをやりたいと思います。イエーイ、ありがとう。新宿ジャムで、ね、ここじゃないんだ。あ、残念ながらルーツさんじゃないんですけど、なんでねえ、残念ながらそうなんですけど、あのぜひ皆さんあのぜひ来てください。あのパッションパッションパッションのキッシー君も出るんで、あの4人編成でね、はい、やりたいと思います。やりたいと思います。あのスペシャルサンコンサータイムもちょっと長い長いバージョン開催する予定ですので、ぜひね、ね、酒飲んで、飯食って、楽しいイベントですので、ぜひ来てください。じゃあ、後半戦いきたいと思います。イエイ！Yeah!
います。さあ、こんな準備はいいんだ。Good job, okay?